沖縄の食べ物第35弾スクガラスということで、今日は、めっちゃ固い木綿豆腐の上にちょっとこのスクガラスを乗っけて食べてみたいと思います。よし、瓶を開封しましたね。こんな感じです。では匂いを、あ、なんかめっちゃ美味しそうですね。ちょっとだけちょいスプーンでかけて、汁ごとかけるんですかね。うん、こんな感じでちょっとだけ塗ってたようなんで、じゃとりあえずこんなもんでしょうかね。ちょっといっとくか。出へんな。あ、出た。はい。ちょっとこの汁を少しだけかけて、ちょっとこれ、ちょっと蓋を押しておきましょう。よし。じゃあちょっとこれで、ちょっと食べてみたいと思います。よし、いただきまーす。美味しそうですね。よし。では、これごと。あ、ボロボロになってしまいましたね。よし、いただきます。うん、あ、美味しいですね。めっちゃ美味しいです。うん、あ、普通の冷ややっこより全然こっちの方が好きです。はい、それでは今回はこの辺です。さようならー。